What up, it's me Kevin, and today I'll be reacting to a different anime called Fire Force Season 2. Make sure to subscribe, hit that post notifications, and like the video. Thank you.
設備じゃないのかよ。脆い。シンガー。はい。はい。特殊消防隊大隊長秋たる大海だ。挨拶の時くらいトレーニングやめてください。そっか。竹久ひなはズタボロ第8の中隊長だ。して信羅、履歴書の写真なんで笑ってんの？はい、すみません。緊張とかで表情がこわばるとき笑ってしまう癖があるみたいです。はっ。あ、いえ、緊張しちゃうと笑っちゃいます、顔が。動機は何だ？はい、俺はヒーローになりに来ました。英雄志向も結構だが、消防官はチームだ。協調性を大事にしてもらわないとな。ヒーローね。お前は確か幼少期の事件が原因で訓練学校でも悪魔なんて言われていたようだな。評判の悪い不良が点数稼ぎに消防官になっただけじゃないのか。それがヒーローね。シスター、何です？マキさん、さっき駅で新入隊員にお姫様抱っこされてましたよね。その時やっぱり運命とか感じましたか？マキさん、普段はクールなのに頭の中お花乙女畑だからな。失礼します。先ほどはありがとうございました。いえ、ヒーローとして当然です。ここにいるみんなにもいつ誰に起こるかわからない地球に住む人類皆が抱え込んだ恐怖、人体発火現象。ある日を境に突然世界中で人が燃え出すようになった。第一世代とされる人体発火の被害者です。自我を失い命尽きるまで暴れる第一世代の彼らは炎人と恐れられている。炎人は心臓部分に当たるコアを潰さなければ活動をやめない。すなわち鎮魂だ。我々特殊消防隊の任務は炎人
鎮魂し、人々と炎人の魂を救うこと。そして一刻も早く人体発火の原因と謎を解明し、何より人類を炎の恐怖から救い出すことが我々の使命だ。俺はヒーローになる。いや、ならなきゃいけないんだ。今回の炎人はかなり攻撃的なようだな。飛び火しないように作業はしているが、炎人の鎮魂ができればどうにも。シスター妻を眠らせてやってください。炎人は炎に巻かれた迷い人、大いなる太陽神の名のもと慈悲を。第8特殊消防隊突入するぞ。はっ、はい、できたよ。やったぜ。これでみんな守れるぞ。お母さん見て、ヒーローみたい。うん、かっこいいよ。侵入を拒んでいるような炎の壁です。ご婦人にとってここは大事な場所だったのでしょう。煙の
間と仲間をつなぐ絆だ。決して断ち切るな。恐怖心がある方が冷静な判断ができる。だがただの臆病者にはなるな。逃げるわけにはいかねえ。僕じゃない。いたんだ、あの火事の時。何か母さんとしようと、俺以外の何かが、あの野郎の正体を、あの引きつったいびつな絵馬を、気持ち悪い悪魔。Thank you.
第一步は